まず一つ、今日は初めにお話しさせていただくのは、この間こういう全部ネットリナックスカンファレンスっていうのがポートランドでありました。で、そちらで話した内容です。で、今回ポートランドに行くにあたっては、私はシビルインフラストラクチャープラットフォームという要はオープンソースの、インフラ向けのオープンソースのプラットフォームを作っていこうという活動しているんですけれども、そういった中で、例えば ELG のようなところに行って、こうやってこう、ね、CIP でこんな活動してるんですよっていうブースを出したりして活動もしてたりします。で、これね、よーく見ていくと、ずっと下を見ていくと、なんかビールのいくつか転がっちゃうんですけど、こんなこともやっています。で、ここからちょっと真面目な話あとですね、で、ELC のヨーロッパのタイミングですから、去年 の10月のタイミングで、シビルインフラストラクチャープラットフォームとして、例えば Linux カーネル 4.4 を採用していきますっていう話をしていて、でそこからちゃんと、いろいろ、地道に活動やってますよっていう活動報告をしました。で、この、ELC の本当に前に、オープンソースリーダーシップサミットっていうのがあったんですけど、そちらの方でも別の方が CIP の話をしていますが、どちらかというとそっちはいわゆる全体にこんな活動です。で、ELC なので、せっかくなので今ちょっとソース、こういうふうに決めて実際どういう状況になっているかっていう少しテクニカルな内容を含めて、発表してきたっていうのが ELC の内容です。で、最初の数枚はもう、こちらでシビルインフラストラクチャープラットフォームって聞いたことないっていう方はどのくらいいますか？じゃあちょっと少しだけおさらいも含めて軽くざっとお話しさせていただきたいと思います。ですね、シビルインフラストラクチャーってもともとリラックスって今かなりいろんな分野で使われるようになってきてまして、特に社会インフラ向けに使われることってかなり増えています。でそういった中でシビルインフラストラクチャー、例えばですけど鉄道関係で使ったりとか、あと発電のタービン回せるコントローラーを実はリラックスに持っていたりとか、あといや本当の話です。あとインダストリーでいろいろこうオートメーションをしているところの制御にリラックス使ったり、有名ところですと、ヘルスケアで言っても言っちゃいましたけど、シチネスさんがスイッチを作ったりするのをリラックスに、そういった内容の感じになっています。で、そういうこうところで私たちの世界をこう、世界っていうか生活を支える本当にインフラのところでリナックスがちゃんと使われるようになってきているというのは今の状況です。で、そういった中でじゃあどうしたらいいかっていうか、私たちすごい大きな問題を抱えていて、その一つの大きな問題っていうのはやっぱこういうインフラ系のものってすごく長く使うんですね。大事に使います。なので、単純に例えば3から5年かけて一生懸命こうシステムを作り上げて、それを、最終的にはこう20年から50年とかそういう間メンテナンスしていかなきゃいけないという、そういった状況になっています。で、それをやるにじゃあ何したかというと、私たち、とにかくこうインフラに関係に Linux 使うのでいっぱいテストします。テストしたり、で、あとはLinux そのまま持ってきてても、ちょっとリアルタイム性足りないねと思ったらリアルタイムパッチやってて、でもこれアンステーブルだからやっぱりいっぱいテストしなくちゃいけないよねって一生懸命テストします。で、それをやった上で、やっぱりこうドキュメンテーションで、例えば輸出管理みたいな、こう、本当にこれ輸出しちゃっていいのとか、あとオープンソースライセンスで、これってちゃんとライセンスに従って作ってるよねとか、そういういろんなレビューをしてたりして、で最終的に出荷するんですね。で、出荷した後に20年、60年とかそういった間、メンテナンスしていくっていうのは重要になってきます。で、じゃあよくよく考えてみると、この辺のエフォートってオープンソースでやっていて、みんな企業がバラバラにやっていても、すごくオーバーラップしてるところが多いんですね。なので、Linux っていうことを考えたときに、やっぱり Linux の部分でみんな共通のことをしてるんだったら、その部分のエフォートはやっぱシェアしようじゃないか。というところで始めたのが、シビルインフラストラクチャープラットフォームっていう話です。で、何をやってるかっていう話なんですけど、一つはそういった中でやっぱり長く使えるものをちゃんと作っていこうっていうのが一つあるんですけど、もう一つ大事なところがあって、
インダストリアルレイヤーと書いてありますけれども、要はインフラ系で使っていくに必要なあのオープンソースの、質っていうのを、まあ、一緒に高めていこうじゃないかっていう、そういう活動もしていきたいと考えて、でその2つを、まあ、一緒に、やっていきましょうっていうのがこのプロジェクトのポイントです。で、まあ、サクッとこの辺まで行って、で、じゃあ何を作っていくかっていったところなんですけど、やっぱりあの共通で使えるものといったところで、私たちそれをオープンソースベースレイヤーと呼んでいます。なんでベースレイヤーと呼び方しているかというと、CIP って実はディストリビューション全部を作っていくというのはとても無理だと思っていて、でも、共通で使える本当にクリティカルなあのオープンソースっていうのはやっぱり、ちゃんと共通レポートに作っていきたいっていうのがあります。なので、こうベースレイヤーとして下にこう敷く一番大事なところをやって、その上のディストリビューションというのはそこをちゃんと拡張するような形で皆さん使っていただければという、そういう思いを込めて私たちはこの、ベースレイヤーという呼び方をしています。ですので、まあ、基本的にカーネルと本当にあの必要なライブラリ、コアとなるライブラリやユーティリティセット、あとブートローダーあたりがあの入ってくるような感じになると考えていますが、この辺どこまで、まあ、大きくするかとかそういったところも含めてメンバーと議論しながら今やっているという状況です。で、そういった中でじゃあアクティビティ何があるのかっていう、まあ、一つはこの辺のカーネルとかミドルウェアとかそういった部分ですね。でその周りに、例えばテストをこう一生懸命できるようにするとか、継続的にできるようにするとか、まあ、あとはリファレンスとして一つ、まあ、動かせるようなものを提供していくといったところもやりますが、もっと大事なところは、まあ、やはりちゃんと長期にメンテナンスしたりするところや、あと安心して使っていただくといったところではちゃんとドキュメンテーションでこれって輸出していいのとか、ライセンス的にはどうなっているのとか、そういったところを一生懸命やろうとしているというのが今のところです。で、まあ、技術マップを一生懸命こう毎回こう書き換えていて、新しいこう技術が出てきたらどこを自分たちが一緒にコラボレーションできるのか、どこを自分たちがやっていかなくちゃいけないのかっていったのを中で考えながらいろいろ活動をしていっています。例えば今、一生懸命やろうとしているのはテストの話とかあるんですけれども、テストって結局いろんなところで、例えばカーネル CI があったりクエゴがあったり、まあ他にも、LTP とかそういうテストプロジェクトがあったりします。そういったところにどういうふうにコントリビューションしていくかっていったところも含めて考えているというのが状況です。で、じゃあ実際今どこまで進んだのかっていったところで、このブロックで見てみるとですね、今年1年は何をしたかというと、まず一つは 4.4 のカーネルをロングタームサポートにしますといったところで、そういったところで、まあ、ロングタームサポートのところを一生懸命やりましたが、それだけではなくて、その周りに付随して、テストオートメーションといったところを、内部で、やっています。でこの辺はカーネル CI とかラバとかそういったところのものを使いながら、まずは自分の机の上でちょっと手軽に CIP のカーネルを使ってシステムを作ってテストしようといったところまでを目指してやっているといったところです。あともう一つリアルタイムサポートってあるんですけど、リアルタイムサポートに関してはリアルタイム、Linux プロジェクトっていうのは Linux ファンデーションの中に立ち上がっていて、でそちらでまあ、トーマス・グレッツさんが、まあ、指導して開発を行っているんですけれど、そういったところに今コントリビューションしていくといったところを考えています。特に近々にいろんなことが発表になるんじゃないかなと思います。で、まあ、そういった意味 で、ですね、まあ、今のステータスどうなっているかというと、まずカーネルの話に関しては、4.4 10年以上サポートするよって言っちゃいました。もうだから絶対やりますという強い意志です。ここら辺に会社をディスらないでしょうね。ちょっと今のところだけピーって言うんですけど、あとはですね、メンテナーという意味でベン・ハッチンさんをメンテナーに雇っていまして、彼はデビアのメンテナーとしてもかなりこうカーネルの長いこう、メンテナンスされた実績がある方ということで、まあ、かなり信頼のある方をやっていることができました。あとメンテナンスポリシーに関してもベンと一緒に今一生懸命作っていて、この辺の議論上でいろいろと実行しているような感じになっています。で、今の時点でね 4.4.48 の CIP2 っていうのが2月の10日にリリースしています。あとテストフレームを作っているということですね。であともう一つ
でここまでいってるって CIP のコアパッケージって言って、あの本当にコアとなるってミニマムパッケージどこにしようかって話が今コンポーネントセットを、ちゃんと作っていこうっていう話をしています。でカーネルディベロップメントに関しては、まあ、今言った通りなんですけれど、じゃあ実際をどういうふうにあのメンテナンスしていくかっていうのがあります。で実は 4.4 のカーネルって、今、グレッグ・クロハートマンさんがメンテナンスしていて、でそこをあの誰かがあの引き継いでくれるっていう話になっているっていう話を聞きました。結局私たちやらなくちゃいけないのって10年以上のメンテナンスなので、最終的にあの LTS があの、まあ、UOL になったところは、その方からきちんと引き継いでメンテナンスをしていく。でそれ以外に CIP としてはですね、バックポートも少ししてるんですね。でそこのところを含んだものっていうのをちゃんとあの連続的にメンテナンスをしていくっていうところで、まあ、上のところが、まあ、ステーブルベースになります。もう一つが私たちあの、まあ、インダストリーで使うにあたってリアルタイム予算ってすごく重視していて、プリエンプトRTにかなり依存しているところがあります。でそういった中ではやはりプリエンプトRTをマージしたものっていうのも、これ今ステーブルRTってあのちゃんとメンテナンスしてくれてる方がいますけれど、その方から引き継いであのメンテナンスしていくというところでなっております。一つこっちの LTS はベンがあのやってバリデーションの方も、まあ、管理できるので、こっちの方は CIP の方であのメンバーがテストちゃんとバリデーションをしてその結果を共有していくという形で、まあ、考えているというのが状況です。でおそらくどうやってあの、まあ、ぶっちゃけ言うと一生懸命どっちを使うかというと、実はねあのこっち使う方が多いんですねRT の方を使う方がうちの中ではなのでかなりこう一生懸命テストするっていうのもどっちかというとねこっちの方が多いんじゃないかなと思いつつも、ちゃんとこっちもテストします。はい、で、カーネルメンテナンスポリシーに関しては、まあ、きちんとこのこちらの方にあるんですけど、一つ重要なところがあって、フューチャーバックポートを私たち4というのにしようとしていて、例えばあのセキュリティ関係のところで KSPP カーネルセルフプロテクションプロジェクトの、まあ、成果を取り入れています。ただ、そういったものってあのちゃんとうまい取り入れ方しないと後であのコンフリクトを起こして大変なことになるので、そういうことをなるべく少なくなるようにアップストリームファーストポリシーを、必ずあの守っていこうとしています。これってどういうことかと言いますと、まずアップストリームに投げて、でちゃんとマージしてもらってそれをバックポートするっていう、でそこまでの間って少しこう時間がタイムラグがあるんですけど、まあ、そこはまあ自分たちのリスクとしてもうあのアップストリームにきちんとあの投稿していくっていったところをきちんとやろうとしています。で、次であとはあのアトムツリードライバーどうするのじゃあっていう話あるんですけど、もうあの好きに使っていいけど、使ったらそこのところは自分たちで責任持ってねと。ただ CIP としてはあのアップストリームになっているドライバーのマージしか認めませんよっていう話になっています。ただですね、まあ、結局あの使うという意味においてはおそらくアウトツリーのドライバーを使うというのはあると思います。ただそれでもやっぱりセキュリティフィックスとかのマージンはずっと CIP の方でしているといったところで、まあ、その成果が使えるというのはかなり大きなところではないかと思っています。で、メジャーバージョンリリースサイクルどうするかというのをちゃんと決めていません。特に、今立ち上げてまだもうすぐ1年になるんですけれども、そういった中で、LTS のカーネルバージョンというのは、まあ、大体2から4年くらいのちょっと今幅を持たせています。これなぜかというと、今どのくらいのリソースがあるかとかそういったところにも利用するのと、あとは、まあ、最初の立ち上げの時は少し短めにしたりするけれども、ある程度安定するならじゃあちょっと長めにしようとか、最初2年でやるけど次は3年にしようとか、そういったあの部分があると思います。ただですね、今ちょっとあの考えているのはやっぱりあの今回の 4.9LTS にするときもいろいろ議論あったんですけれど、なるべく早いうちにちゃんとあの自分たちサポートしていくよと、 LTS が次こうなったら次はこうじゃあ CIP もここに行くよとか、そういうふうに言っていかないといけないなとは思っています。そうしないとやっぱりこう使ってもらう人、使いたい人からあの賛同を得にくいっていったところと、古くなりすぎちゃうとなかなかここそこに追いつくのが大変っていうのもあるので、そこはちょっとちゃんと考えていかなきゃいけないなと思っています。で次のバージョンはあの 4.4 ちょっと残念ながら今年じゃないですけど、もう去年なんですけど、去年 LTSA がなかったので、次はあの LTSA にちゃんとシンクロナイズしていくといったところもやろうとしています。で、次に CIP テスティングの話ですね。
CIP テスティングの方は基本的には、まあ、やりたいことは基本的に皆さんテストでやってることと一緒なんですけど、ですね、今じゃあ何やってるかというと、一つはボードアップデスクシングルデブっていうちょっと長い名前なんですけど、要は、個人 のディベロッパーが自分の机の上で CIP の環境を継続的にテストできるような環境というのを作っています。でこれはまず一つはカーネル CI の枠組みと、あとはラバを使って、でそれを一つのこう VM 上にまとめて、あとはもうデプロイして、まあ、もうそのまま使ってくださいと、あとつなぎさえすれば使えますよっていう、そういったところを目指して作っているっていうのが今の状況です。で、この辺やるにあたっても、実は今の状況をちゃんとはっきり言っておくと、残念ながらカーネル CI ってラバ持ってきてるんですけれども、結構組み合わせるのが大変なんですね。カーネル CI はデビアンの上で動くけれども、ラバは違う、逆ですね。ラバは、デビアンの上で動くけれども、カーネル CI はウブンツの上で動く。でそれを一緒に持ってこようとすると、Python のバージョンが違うとか何か言われて、大変なことになるっていう、それを一生懸命ごちゃごちゃやってたので、ちょっと今、Upstream といったところにちゃんと、フィードバックうまくできない状況になってるんですけど、そこは今ちょうどですね、カーネル市内の人たちとお話を始めていて、まあ、どうしようかっていうようなところをちょっと、まあ、裏でゴリゴリやっています。というのは今の状況です。でそれ以外にも、これってまず自分の個人のテストのところをやるんですけど、カーネル市内ってラバだとどちらかというとボードのこうブートテストまでを一生懸命やるんですけど、それ以外のテストケースに関しても例えばフエゴとか、まあ、それ以外のテストプロジェクトも含めて、実際にどういうふうにこうこう、そのエフォート、カーネル CI とラバと、あとフエゴのエフォートをきちんと同じ方向を向くようにしようかっていう議論を一生懸命やっています。というのが今 の CIP の状況ではありますし、私フォアエンブレートリナスプロジェクトの人でもあるので、そっちの方のエフォートとしても一生懸命やっています。で、じゃあ今どこまでできたかというと、実際にテスト環境としては、とりあえずベータ版として動くものを、この辺見ていただくと分かるんですけど、ベータバージョン、ジャストリリースって書いてあるんですね。私の YouTube 見ていただいた方は分かるんですけど、本当にこのプレゼン自分がやる30分前にリリースしました。つまり私はこのプレゼン資料を本当にもうギリギリまで作ってたってことなんですけど、そういうこと、本当に実際にここで、ダウンロードして使えるようにもなっています。で、まあ、そういった中で、まあ、先ほど言った通り、ちゃんとカーネル CI とかラバとかフレゴにコントリビューションというかちゃんとマージしていくっていうのが私たちのやりたいことです。で、コアやデベロップメントパッケージデベロップメント、なぜかここで1が空いてるっていうのは、なぜかと言いますとですね、この1と2の間って、すごくこう大きなギャップがあるんですね。イニシャルコンポーネントセットって、こういうコンポーネント自分たち使っていくっていうのを決めたとしても、じゃあどのバージョンにするって言ったら、ものすごい大変なんですよ。どのタイミングにしようかとか、そういったところも決めますし、あとはカーネルとの互換性、本当に大丈夫なのとか、いろんな問題が出てきます。そういった中で、まあじゃあもう今のところここちょっと無視しようっていう話になっちゃっていて、ミニマムセットとしては、まあ例えば GDBC でもなぜかエンブレットって言ったように GDBC 使ってるんですね。この先ほど言った私がこうビールがこう一緒に写ってるところに行って、なんでマイクロ GDBC 使わないのとか、なんでミス使わないのって言われてるんですけど、今のところ GDBC 使ってるのが多いからしか答えられなかったというそういう状況なんですけど、まあとにかく基本的にミニマムセットをこういう形で考えていて、それをまずちょっと使えるようにしていきましょうという話をしています。でそういった中で CIP プロジェクト X っていう名前のまあものを立ち上げましたと言っても、ちゃんとプロジェクトネームイズテンタブルって書いてあるので、どういう名前になるか将来的には分かんないんですけど、日本人はプロジェクト X っていう名前が情熱をかきたてられる名前だという話もあって、まあそういう話にしています。でまあミニマムのベースシステムを作ろうっていう話になったんですけど、まあですね、ここで、まあ、皆さんある程度こういうのが取れているのは、まずデビアンのソースコードをベースにして、ビットベイクかデビアンのビルドシステムを使ってバイナリーを起こされて、で最終的なデプロイアブルで今日はそのままインストールできるイメージを作りましょうといったところまでやっています。でそういった中で、まあ、デビアンの言葉が出てきたんですけど、
まあ、今のところ、これもまた使ってる企業が多かったからそれだけの話で、まあ、こういう形で、まあ、まずは動くものを作ろうとしています。で、私は今会社でもゴニョゴニョやってるんですけど、ちょうどこうシェアエンベレッドリラックスディストリビューションの話はちょっと出てるんですが、あれもデビアをベースにしているので、それを使ってゴニョ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 やっているというのが今の状況です。もうすぐこれも CIP のですね、CIP ってリポジトリを2つ持っていて、1つが CIP プロジェクトっていうリポジトリなんですけど、もう1つ CIP プレイグラウンドっていうリポジトリを GitLab に持ってるんですね。で、GitLab の方で、プレイグラウンドの方にとりあえずいろいろ投げていこうかなっていうことで考えています。で、そういった中で、じゃあ今後何やっていくかっていったところで、まあ、ボーダーと、まあ、要はテスト環境としては、とりあえず動くものができてきている状況なので、それをちゃんとリリースして、で、その後ちゃんとプレゴとかと一緒にマージしていこうという話をしています。あとは、まあ、カーネルメンテナンスの方も、今のところですね、なんて言ったんでしょうね。4.4 をそのまま、いろいろ、そのままというか、本当に結構ベースはそこで、リアルタイムパッチャーとかを使っているという会社が多いという状況で、今後どういった機能が必要なのっていうのをしっかり、話しようとしています。で、特にですね、ボード関係のバックスポートっていうのは、まあ、メンバー機能の方にも必要なものっていうのをやろうとしています。で、どういうふうになすっていう話なんですけど、もう一つ大きな、ちゃんとニュースがあって、実はですね、去年、ここまでずっと日立新聞に東芝にやってきたんですけれども、ネサスさんが本当にこの1月にCIP に入ってきていただきました。で、本当に、私たち、まあ、インフラ系の企業からすると、本当にボードを提供してくださる、SOC を提供してくださる会社の協力というか欠かせなくて、そういった中でもネサスさんが入っていただいたっていうのは、やっぱり SOC に対して、まあ、どういうふうにコントリビューション、君たちの行動をコントリビューションしていくかとか、まあ、それを長期にメンテナンスするという観点においても、まあ、かなりこういろいろと助言をいただけるんじゃないかなとは私は考えています。まあ、それ、まあ、この辺が今のところ一番大きなニュースかなとも思っていますが、まあ、CIP としてはやはりこういったインフラで使える、まあ、グレードを持ったものを長く使えるようにしていくっていうのが、目的です。といったところで、ここまでが前半の、私の発表前半なんですけど、ここまで何か質問ありますか？はい、どうぞ。はい、どうぞ。これよく分かってないんですけども、はい、ツールチェーンとかどうするんですか？ツールチェーン GCC とかもずっとサポートしてるんですか？GCC はおそらく一旦自分たちが使い始めると、後で例えば5年10年経ってもう一回なんか不具合だときに同じもの環境を作らなくちゃいけないんですね。で、そういった意味ではメンテナンスするっていったところで GCC って必要じゃないかなと今のところ考えております。必要じゃないかなっていうのはサポートをするっていう、はい、もう出世しなきゃいけないんだろうと大変だろうなと思って。ただSOC のサポートとかそういったところで最適化とかっていうのを全部含めていくかっていうのはまた別途議論が必要かなと思ってて、いや、そこはそっちの方が難しいです。セキュリティフィックスだけをサポートしていくっていったところが私たちのまず一つの目的は、やっぱセキュリティフィックスちゃんと埋めていくってところで、そっちをサポートできると思うんですけど、送信サポートの方が問題かなと思います。カネ CI とラバーズの、はい、テクノロマンスなんですけど、はい、リナの方も同じものをやろうとしているんですけど、あれは同じ活動って見ていいんですか？それってどなたがやるとしてます？私は今コンタクトしてるのはベイリブルの方々なんですけど、ちょっとそこが違うんだったら後でちょっと情報を教えていただきたいです。そうですね。ラバー1ですか？ラバー2です。はい。そこは同じことを教えていただきたいです。で、今のところだと結構汚いことをしているような感じになっちゃってると思うので、そこをうまく修理できればいいかなと思うので、ぜひそこは。この発表をするのは CIP の小林ですからね。
あの、どこにも書いてあるんですよ。あ、そこに書いてあるかもしれないです。ここに書いてあるんですよ。あれはあの私がなんかちょっと手が滑っちゃいました。あ、そうだ、コマンデルサポート全部デバイスドライバー全部含めてサポートしていくんですか。それはですね、もうそこを考えてあって、全てサポートするとか全てのエクスペリメンタル、フューチャーをサポートするっていうのは無理だと思っていて、まずは要はコンフィギュレーションセットをいくつかと提供して、そのコンフィギュレーションでカバーしているところっていうのをメインにサポートしていくっていうのはあると思っています。ただ使うユースケースが増えてくると、そういった中でそういった中でおそらくフューチャーのところが増えるということもあるとは思います。まあ、そこに関してはやっぱり基本はセキュリティフィックスがそこに存在するんだったら、バックボードをきちんとやっていくという形になると思います。じゃあ提供されるデフォルトのコンフィグみたいなのがもういくつか決まっているという感じで、はい、そういう意味ではですね、ちょうど、本当にタイムリーな質問でですね、CIP って CIPDev っていうメーリングリストがあって、でそこのところで今1週間くらい前にベンがコンフィグどうするってサクッと言ってきたんですね。それに対してこれサポートしてよって言ったら、ちょうどこの辺がベンハッキングでこう全部見ないけれども、とりあえずコンフィギュレーションね、コンフィギュレーション提供できるとシェアできるっていう話をしていて、うって言ってちゃんとコンフィギュレーションの中で作ってますっていうのが今の状況です。これも自分その CIP の ML を購読してて、はい、でたまにアナウンスとか来てすごい丁寧に仕事されてるなって感じてる中で、はい、まあ、どのプロジェクトもそうだと思うんですけど、はい、ステーブルに入れてほしいパッチとかでも取りこぼされる場合は、やっぱり気づいたユーザーがこれはステーブルに入れないと困る問題じゃないとかっていう形で、まあ、多分プロジェクトに上位にする人たちがきちんとその我々は必要だと思って入れることによってみんなハッピーになるっていう筋で、そこはこのプロジェクトに限らずなのかなっていうふうに感じたっていうところで、そうですね、コンフリクトした場合はちょっと考えなきゃいけないけど、基本的にセキュリティフィックスみたいなとか致命的な問題っていうのはまあレビューできる範囲だと思うので、そこはベイさんの採用で入ってくるんじゃないのかなってうっすら感じてます。そこは彼にかなり思いますけど、逆に言うと別にこのプロジェクトがこう何かをこう無償で提供するような仕組みではないと自分は思っているので、あくまでもそのプロジェクトメンバーとして主体的に何か動いた結果として、何かこの、みんなでそれがシェアできるというものなのかなと思っております。あんまりお金の話しなかったんですけど、基本的にはお金どうやって使っているかというと、やっぱりメンテナンスの投費用と、あとやっぱり関連のあるプロジェクトにファンディングするっていうところなんですね。まあ、マーケティングにも少し使われますけれども、ほとんどはもうそっちのその2つに使おうとしているっていう状況です。で、じゃあ自分たち何するのって言ったら、やっぱり欲しい機能とかやらなくちゃいけないところって、各企業はきちんとコントリビューションしてやらなくちゃいけないと思っていて、それって本当に CIP ダイレクトに行くわけではなくて、例えば今私どもの会社だと、まあ、フエルゴに一生懸命ティンバードさんと一緒にやらせていただいてますけど、それは本当に組み込みでちゃんと使えるテスト環境は本当に欲しいかなっていうのがあって、でそれを例えば CIP の方の活動で最終的にプロポーズして、でもメンテナンスよりも CIP 一緒にみんなでこう共有の、テスト環境として使って、で、うまくこう回るような世界ができるようになったら、それが一番いいと思っているっていうことです。なのでお金出すだけじゃなくて、ちゃんと手も動かしましょうよっていうのが僕の主張で、それをちゃんとやろうかなと頑張っているっていうのが今の状況です。はい、すみません。こんなふうにはおかしくないんですけども、はい、要は LTS、だと、2、3、数年ですね。はい、それをこれが、下手すると60年のメンバーを見ると。はい、
というのが、ここにプロジェクトに行くと認定したんですが、はい、まあ、まだ1年しか経ってないということなので、はい、まだまだあれなんですけど、はい、その30年後とか、30年後とか50年後というと、はい、まあ、気が遠くなるような、私にとって気が遠くなるような未来なんですが、そうですね、はい、あの、私も生きてないかもしれません。36年でアーキテクチャってあるんだろうかとか、いやからそれも、まあ、思うわけですね。はい、この難しさ、そういう意味での特有の難しさというのは、まあ、先ほどからその、コンパイラーどうするんだとか、環境を損して動かしてくれるのかとかいう議論がありましたけれども、これ特有の問題、難しさというのは、今見えているものは何かありますでしょうか。特有の難しさという意味では、便利とかそういうのは人のつながりをちゃんと維持できるかっていうのが、うん、すごい問題なんですかなと思っています。それってこう、うん、ちょうどこうリラックスの人たちをだんだんこう皆さん年老いてきているっていう状況で、やっぱり新しい人たちに入ってきて、でそういった人たちを育成するっていうことが必要で、実はあのメンテナーっていう意味で便、あのメハッチングを雇いましたって言ってるんですけど、その下に一人つけてるんですね、ちゃんと。でそういった方をあのちゃんと教育しながら、あの次につなげていくっていう流れをちゃんと作っていくようにしなくちゃいけないっていうのは、まあ、一つ、いや、あの、LTS という観点ではやってることです。確かに現実問題として、50年先、60年先、今も同じハードウェアを存在するわけではないし、ハードウェアのメンテナンスの問題もあるわけだから、おそらくシビリングラスクラフトのこの人たちも、ハードウェアのディフェンスであるとか、そういうのをするんだと思うんですけど、ですので、その段階であのシステムの更新なんかされると思うんです。しかしあのやっぱりあのとはいえ彼らのシビルインフラストラクチャーと言われているところのマーケットのライフは非常に長いですし、少なくともあのこういうシステムを、まず作ろうとする人たちが、2年3年先になるともう撤去されてないんですよって言われた瞬間にいくら Linux 使うと6という話になった、またそれに合理性があったとしても、そこのところの何て言うかな、マインド、あのマインドバリアみたいなものができてしまって先に行けなくなっちゃうと思うんですよ。それに対して本当にこの CIT のプロジェクトがあの50年60年同じ Linux であるとかサポートするかっていう話は置いといて、でも合理的な範囲というのを見つけながら、少なくとも今の2年とかそういう範囲というのは2年3年って範囲がちょっと合理的ではないですよねっていうところに対する判断を当てていくっていうプロジェクトになって私は思っています。すいません。またからそう思っています。そういう意見みたいな、いろいろ言っていただけると本当にありがたいですね。どんなコメントでもあると思います。まあ、はい、一番分かりやすい弊社の例ですと、あの、はい、まあ、うちのストレージ NAS なんですけども、やっぱり一度設置されると、まあ、あの5年延長保証を出してますんで、一番最初から製品が、まあ、初リリースされます。ずっと販売されます。で、製品 EOL されてから5年ってことですね、究極的に。そうするともう、実は充電スコープっていうと、すごいリアリティのある、実は、あの、話でして。で、あったのは、直近だとシェルショックっていう、まあ、バッシュの強烈な脆弱性と、あと GLIBC の、あの、名前解決のところの脆弱性っていうのは大きくて、やっぱそのツールチェーンは、SOC ベンダーに納めてもらったものを作ってて、バッシュは自分たちでパッチ当てればよくて、リビルドしてリリースすればよかったんだけど、ツールチェーンがやばいって話になって、あの、まあ、そこはもう経営レベルでうまくパスを通してやっておく必要が、あの、お願い出してくれっていう。でもやっぱり形で依存してしまうときついことがあるねっていうのは経験として持っているので、やっぱこういうのは、真面目に考えないといけないなっていうのは、もうすでにある事例として存在している。確かにその通り、コースメディックエンジンのフィールドだと、大体、少なくともライフは10年終わったというフィールドだと、あの、どこの会社は買い回し込むのがフィールドとか、そういう話が。それはジョークだと。そのどこかの会社ですら、あのやはり、さらには10年、15年に使っていただけるようにって、まあ、それは一方で、Linux みたいにオープンソース、ソースコードが開示されているということで、
最終的にはそのソースコードというものを対面して自分たちで何とかできるぞということが一つのベネフィットとして持っているには思っている。それにしてもシステムで活かせるから、それで気合でできる範囲で当然限界があるわけです。そういう意味で言うと、日立さんと柴ジーネスさんと東芝さんで、はい、まあ、ずっとこれまでやってこられたので、まあ、メンバーが少しずつ増えてきているということだったんですけど、海外の会社というのはあんまりこれあんまり皆さんに興味示さないものなんですか。これなんかはいろいろところが興味を示しそうな気がするんですが、インフラ系のっていう意味ではありますけど、本当にあと GE 社に大体揃うかなっていうのが、うん、日本だと三菱さんとかそういう仲間に言うと結構大きなところをカバーできるかなと思うんですけど、やっぱりそれ以外にもこういったこうところって総人メンバーさんとか、あとはディストリビューターさんも興味を持ってくださっていて、今一生懸命私たちも一緒にお話をさせていただいているということです。なので、まあ興味を持っていただけるっていう意味では、まあ、結構いるんじゃないかなと思う。あと車の関係も多分何か一緒にできるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、ただ、AGL という枠組みだとどちらかというと今は使えるものをまずいろいろ作っていこうっていうフェーズでやっていると思っていて、何かを作って出すっていったところ、私たちの場合は自分たちはもうまず使っていこうで、使っていきながら伸ばしていこうという話なので、まずカーネルバージョンを決めちゃって、まあ、それはガンガン使いながらも次のバージョンを決めるまでにちゃんと足りないところを少しずつやっていこう。でその差って何があるかというと、 AGM って比較的こう大きなソフトウェアスタックを持っているんですけど、私たちどちらかというとまず最初に始めたのはコントローラーみたいな小さなソフトウェアスタックを持つようなところなんですね。なので、ちょっとその違うアプローチが取れるんじゃないかなと思っていますが、どこかの時点で一緒にちゃんとコラボレーションしていくべきところは一緒にやると思っています。例えばそれが次の場合は ATSI をシンクロナイズしてやっていくとか、そういったところに出てくるんじゃないかなと思います。中田さんがちょっといなくなってしまったからあれなんですけど、SOC メーカーがカーネルバージョンをこれ使いたいって結構指定があると思います。その辺の、まあ、さん調整がすごく苦労するんじゃないかなと思うんですけど、それはまさにおっしゃる通りで、私たちもだからこれバージョン決めるときに実はいろいろとこう周りを見渡して、まあ、例えばグレンサスさんのことどのくらいのものを使えるようになっているのとか、あとは、まあ、TI さんも実は BSP のようなものを使えるように最新渡していたとか、なんかそういったこうなんか微妙なところをちゃんと調査しながらやってはきましたけど、逆に CIP みたいな活動のところに組織連絡さん入ってきてくださるようになると、もうちょっとその辺の話がしやすくなるんじゃないかなと思っています。で、なんかあとむしろミナノさんの形かとしてそうなんですかね。ボリュームっていうもので言えば、今はすでに問題なくて、アナログサンバーさんが非常に多くなってしまう。一層古いものから、全然新しくなってないっていう話、手作り問題っていうのが発生しています。これはもうボリュームの範囲大きいので、実際にどうやってやるのかみたいな話っていうのはあるんですが、インフラ関係って、やっぱりまだ、対して SOC メンダーとか、はい、チップメンダーに対して声が通っているかっていうそうでもない感じがするっていうのがするじゃないかなと。そうですね。そこはまあ、そういった意味ではね、LTSI みたいな活動って例えば今ワークショップとかやってますけども、じゃあチップメンダーの方とかを招いて、まあ、活動してるんで、そことうまくコラボレーションしていければなとは思ってますが、うん、まあ、某社さん数百万行 の,
ね、パッチを持ってたりするのでそういうところをどういうふうにやっていくのかなっていうのはちょっと、まあ、課題はありますね。まあ、こんな感じです。どうしましょうか。もうちょっと話させていいですか。どうぞ。まあ、ちょっとでついでなんですけど、この間実はデブコンフっていうのがありまして、ここからやって私C ワークグループの人が一応弊社の名前書いてありますけど気にしないでください。先ほどちょっとレビアのソース使うって言いましたけど、まあ、私たちのシェアレンデルテレナスディストリビューション、レビューっていうプロジェクトで、まあ、レビアのソースを使って、まあ、あとビットベイクするっていう話を今までこちらでも何回かさせていただいています。でこれ表紙だけを見せればほぼ大体終わっていて、まあ、基本的に何やりたいかというと、コーキー のビットベイクの枠組み使ってですけど、ソースコードはデビアンのものを使いたいといったところで、デビットものを作っていますというのがあります。でですね、この間のEmbedded Linuxカンファレンスで、こういう発表がありましたといったところで、これすごいフルスクリーンですけど、まあいいや、まあ、見えますよね。いくつかこうアプローチがあります。で、組み込みリラス環境を作るにあたって、まあ、本当に、ヨクトとかそういったところをこう使うっていう、まあ、ものが一つあるのと、あとはもうプレビルドの本当にディストリビューションをそのまま持ってきて使うっていうアプローチがあります。で、私たちのアプローチってこれシーメンスと書いてありますけど、何気にこう似たようなことやってるので、彼らちょうどこう引用してくれたので、私たちのアプローチはどちらかというとハイブリッドなアプローチで、ソースコードをどこから持ってくるんだっけ、まあ、ディストリビューションのところから持ってくるんだけども、こうやってリビルドするっていったところでビットベイクの枠組みを使っているっていうアプローチになっています。で、なんでそんなことしたいかというと、実はデビアンって、一応こう一生懸命、まあ、まず一つは大きなこうコミュニティ でかなりこういろんな パッケージが使えるようになってたりとかするのもあるんですけど、もう一つは、まあ、彼ら、本当にフリーで、活動しているっていうところであっても、例えばリーガル面とかで一生懸命レビューをしようとしたりとか、あとサポートにおいても、まあ、ロングタームサポートっていうのを、まあ、コミュニティで提供しようとしているといったところがあります。そういったところをうまくこうコラボレーションしながらできないかっていったところで、まあ、シームレスの場合は、アイザーっていうものを作っていたりしました。私たちもデビアンのソースを使って、まあ、デビーっていうのを使って作っています。で、もう一つ似たようなアプローチ のプロジェクトがありまして、エルベというプロジェクトがあります。ELBE って書いてエルベですね。で、エルベはちょっとこちらの方には書いていないんですけれども、どこに書いてないかな。あった。ここにエルベっていうのがありますけど、エルベというプロジェクトもあります。で、彼は何をしているかというと、ビットベイクは使っていないんですけれども、デビアンのバイナリを持ってきて、で、それを、まあ、いわゆるこう、うまく組み合わせて、まあ、組み込みリラックス用の、ルートファイルシステムイメージとカーネルを作るようにするっていうフレームワークを作っているといったところがあります。で、3社、エルベとアイザーとあとはデビ、この3社って結構似たことをやってるので、じゃあ今一生懸命、みんな同じようなことやってるのってもったいないよねっていう話もまたここで始まりました。はい。でですね、まあ、2月にこれもしかすると知ってる方もいるかもしれないんですけれども、ホスデムというイベントが、これ毎年、この2月に、ブリュッセルでやっているヨーロッパの最大のオープンソースのイベントなんですけれども、まあ、そちらの方で、まあ、例えばですね、このところにエルベボフっていうのをやってもらって、でここでエルベとアイザーとデビーの3社が集まって、じゃあどういうふうにコラボレーションしていこうかっていう話をまたここでしました。で、やりたいと思ってるところは、実は例えば先ほどのデビアンのソースからビットベイクを使ってビルドするって言ってるんですけど、やっぱり問題になるのはビルドの時間なんですよ。なので一旦プレビルド、1回ビルドしたものは同じものにおいてはちゃんと2回ビルドしないようにしたいとか、
じゃあそれを考えると、あの今あのアイエルベとかアイザーがやっているような、もともとバイナリーを使っているっていうアプローチがあるので、そことのこうエフォートって何か一緒にできないかとか、そういったところを考えるっていうのが今一生懸命やろうとしているところです。でなのであのこうオープンソースでいろいろやってると、あのなんか似たようなことをやってる人たちがちょっとこう集まってきて、で、まあ、こういう会場とかで、まあ、ビールを片手にあのいろいろとこう語り合えるような状況になるっていうのは結構面白いなと思いながらも今あの活動を始めています。で実際じゃあ今後何やっていこうかっていうと、実は今3つ考えていて、1つはそのバイナリーをちゃんと使ってビットメイクできるようにするっていうところをうまくこうあの3社のエフォートをマージするっていうところが一つですね。でもう一つはですね、デビアンのソースコードってクロスコンパイルに完全に対応していないんですよ。もともとデビアンってセルフコンパイルするっていうポリシーを持っていて、クロスコンパイル対応が最近あの次のストレッチというバージョンでクロスコンパイラーが標準で使えるようになってくるんですけれども、まあ、そういう中においてもまだクロスコンパイラーに対応していないパッケージっていっぱいあります。で、それってどういうことかというと、実はアップストリームでも対応してないので、デビアン側も対応してないんですね。なので、デビアンで自分たちが必要なもので、クロスコンパイラー必要なものについては、まずコントリビューションを3社であのしていこうっていうのが一つあります。でもう一つはですね、あのもっとあの効果が高いと思っているのは、実は結構デビアンって一生懸命はこうリーガルで、まあ、チェックしている方のディストリビューションだと思っていますが、それでも、会社で使おうと思うともっとうるさいこと言ってくる人たちがいっぱいいるので、はい、そういった人たちに対するドキュメンテーションっていうのを、まあ、一緒にできないかっていう話を今しています、なので、例えばオーソロジーとかそういったオープンソースの、ツールを使ってテスあのいろいろとチェックしてレビューしたよって言ったところを一緒にシェアできないっていう話をちょっと今しています。それはどういうふうになるか、というと、まあ、デビアのソースコードでこのバージョンにおいてはこのチェックがあって、それをデータベースに投げておいてビルドするときにそのデータベースを見に行って最終的に超長い巨大なドキュメントができるっていう。ただそのドキュメントは中に多分エビデンスとして残しておいてお客様に提出するのはちゃんとですね、アブストラクトのところに、ね、あのちゃんとなっているものを提出するっていう、まあ、そういったところのエフォートもうまくこう共有できないかというところをやろうとしていますというのはあります。で今ちょうどこう、ね、あのオープンソースサミットジャパンとかのタイミングでまたもう一回話せればなっていう話をしていくというのが今の状況です。これあのもしあのご興味ありましたらあのいくらでもあの説明しますのでというのと、あとあのオープンソースサミットジャパンに来ていただけると一緒にこう会話に参加していただくのもいいんじゃないかなと思っています。ということであのこの辺も、まあ、紹介になりますけれど、私の発表をこれでお待ちしたいと思います。何か質問があればもう一回はい、どうぞ。毎回自分についちゃう問題というのはジットフェイクの問題というのがジットフェイクのどこを改善するというのはどうですか。ビットメイクはもともとキャッシュという、キャッシュ使う機能があって、一旦ビルドしたものをそこのキャッシュからやってビルドしないようにすることはできるんですけど、ちょっとなんか依存関係を芋づる式にちょっと変えると結構ビルドがいっぱい走るっていうのはあります。はい、走らせないと本来いけないんですけど、それも一つの手ですよね。どうせビルドってデビアンのソースコードのベースでやるので、はい、そうすると、まあ、当然デビアンのソースコードが変わるから、デビアンのビルドをするのと同じようにメタベースデビアンを取り戻して、それからキャッシュを残しておくっていうことをするのが。はい。で、キャッシュを残すっていうのもそうなんですけど、何気にパッケージマネージメント、マネージャー使いたいとかいう人も結構いて、なので、要はビルドの最中にある程度の全部ビルドしたものだったらステートキャッシュじゃなくてアップトでこう全部取ってきて、で何でしたっけ、ルートファイルシステムに一応インストールした状態っていうのを作り上げて、であとはルートファイルシステムっていうのをまとめるっていう、そこって実はアイザーがやってるところなんですね。
で、まあ、そういった枠組みがあるんだったらそこをうまく使えるようにできないとか、でそれと考えると、あの実はビットベースで一旦コピーすると全部デブパッケージになってるんですよ。なのでそのデブパッケージっていうのをキャッシュに上げておいてっていうか、でダウンロードして使えるようにする、でそのっていうのはなんかうまくできないかなっていう。レシピの上書きとか、レシピでパッチを足すとかいう行為そのものを抑制しないと、はい、よく通って結局ローカルでどんなものでも作れちゃう、カスタマイズできちゃうシステムで、その触った場所によってビルドされるものが変わってくるので、はい、バイナリーのパッケージ単位ではバイナリーの互換性はそもそも保証できない。レシピが保証してそれを、そのレシピの固定っていうかリードオンリーを保証してないので、はい、そこと組み合わせていかないと再配布可能なバイナリーをビットフェイクがハンドリングするっていうのはちょっと難しいのかな。でそこをだからあれですよね、パッケージのだからハッシュかなんかで全部ハンドリングしていかなくて、この時に、このレシピで作ったこれはこのアップトップ、このデブパッケージでっていうのをハンドリングしていかなきゃいけないから、それのトラッキングがすごく難しくて、その話ね、めっちゃあって、まあ、自分ビルドルート派なんですけど、はい、まあ、要するにこの話って依存関係なんですけど、はい、アバヒが入ってる環境で、NTP か何かをビルドするとなんかイネーブルになって、こう私は NTP を持っているホストワンダーっていうのを吹くバイナリーができるとかっていう話 で、はい、でそうするとパッケージで固まってるやつとあれは持ってる機能が違うじゃんって話になってしまう。だから単純にパッケージの依存だけでは実はコンフィギュアの依存になってくるので解決できなくて、ヨクトのレシピってそのコンフィギュアをかなりダイナミックに変えるので、レシピ1個あるなしとか指輪アペンドでそれを崩すこともできるし、オーバーライドすることもできるので、本当に同じ名前 そのバージョンがついてるデブパッケージはできるんだけど、全く違うものだっていうのは普通に発生する。で普通にその他のコンフィギュアがイエスだったこっちのあれがネーブルが走ってっていうのが当たり前にあるんで、システムとしてはそのコンフィギュアが走ったタイミングで同じことをそのさっき言ったような橋の仕組みがないとできない。でビルドルートの自分の中で困ってるのが、パッケージ ABC ってあった時にこれらは並列でビルドできるはずなんだけど、あの依存関係が完璧に定義されてないかもしれないので、今はパッケージ A をあの回答する、コンフィギュアかけるビルドする、それを次 D ってやるんで、あコンフィギュア走ってる間とかリソース余っちゃったりとかするんで、本当は全部依存関係を全部解決した上で全部はっ、そうすると時間が半分以下になるんですよ、これだけでは。でも並列で走ってから実はコンフィギュアがこっそり入れ替わってて意図しないようになってるかもしれないという恐怖と戦う必要があるし、じゃあこれを技術的解決するには、まあ C キャッシュとかはまあ似たようなこと多分やってると思うんだけど、きちんと本当にパラで走らせてる時と走ってる時でコンフィギュアが変わってないかを検証しないと実は QA チームに説明できないから、今2倍の時間をかけてこう丹念にビルドしてファームを作ってるって現実があるので、本当にこれはどうしたらいいなっていうのがありますね。私質問なんですけど、ここで質問なんですけど、メタメディアンが必要な理由っていうのはそのメディアンアンケートより大きくなったらメディアンでその周りにストレスとかデビアンでインストールしちゃった方が早いっていうのもあるんですけど、あの結局のところデビアンってすごくジェネリックに作ってあって、例えばあのコンパイルオプションであのチップごとの最適化オプションとか全部指定して、コンパイラーだけは例えばリナノのところから持ってきてないとかそういうことしちゃってるんですね。でそれをすることによって、あのいやこちらの性能の不便で、まあ、場合によっては倍くらい良くなったりとかするところもあったりとかするので、ちょっとあのまあ、そういうオプティマイゼーションの観点で結構なの最高倍ですね。それは逆に言うとアップストリームができないんですか、デビアンの方に。でデビアンの方にアップストリームっていうか、デビアンの方はだからジェネリックに作るじゃないですか。なので例えばラスピアンみたいな、あれってあのラズベリーパイ向けに全部コンパイルし直してるじゃないですか。それと同じなんですよ、感覚として。ただ自分たちの作る使う SOC 向けに、まあ、その都度最適化しているっていう状況です。
最適化が原因か、原因じゃないね。電気だから、例えば電池使うとか、そういう話なんだから。ジェン2ってでも、ソースはロングタームですか？あー、なるほど。このアイノコみたいなと、そのステーブルな、ステーブル、デビアンのある程度のステーブルのところと、要は再コンパイルによる最適化というところと、あとはもう一つは、まあ、デビューの場合は、ソースコード管理とかも、全部、どこの、すべて Git で今管理してるんですけど、どのバージョンの、どの時点のどのバージョンをちゃんとコミット、取ってきてるかっていうのを全部管理して、あとで再現できるようにするとか、そういうところも含めて一応、まあ、フレームワークを作ってあって、でその、まあ、恩恵を受けたいっていうのは、今のところ使っている理由です。ただ、デビアのソースパッケージをそのまま使うっていうのも最近手かなと思い始めています。うん、はい。デビアのソースパッケージって一貫性を保つためにちゃんと署名してあって、でそのバージョン、このサインにしてあるバージョンは絶対これっていうのが決まってるので。ただたまにそこを持ってきて展開して、ちょっとパッチを当ててっていうところが、100個あるうちの1個くらいあったりすると、そこだけはなんかしなくちゃいけない、めんどくさいなっていうふうになっていて、いろんなこうジレンマが出ています。はい、すみません、なんか並んでいただいてしまいました。どうもありがとうございました。はい。